ジャマンフールは、エジプト北部の都市、ブハイラ県の県と、ヘルモポリスミクラとも呼ばれる。首都カイロから北西へ1 6 0トル、アレクサンドリアから東南東へ7 0トルほど行った内陸側、デルタの西部に位置する。人口は1986年の調査で188,939人。綿花や米の市場がある。古代エジプト時代は、ゲイエジプト9番目のノモス。 アイコールメントとして知られた。アイコールメントは、マルウトコとカノープスやナイル川で一番西の河口を結ぶ運河沿いに築かれた。町は古代エジプトの神、ホルスに捧げられていた。ギリシャやローマの時代には、ギリシャ神のヘルメースと関連付け、ヘルモポリスミクラや、ヘルモポリスパルバなどと呼ばれた。ビサンチウムのステファノス、ストラボン、クラウディオスプトレマイオスなど、 古代の多くの地理学者も著書にヘルモポリスとして載せている。1879年にモロッコ系ユダヤ人のラビ、アビール・ヤーコブがイスラエルの地へ向かう途中に病で亡くなった地でもあり、毎年数百人の信者が訪れる。1999年のノーベル科学賞受賞者、アハメッド・ズーエイルは1946年にここ、ダマンフールで生まれた。ナイル川デルタに位置する。 ダマンフールは地中海性気候に属す。雨は主に冬に降るため、他の季節に降ることは珍しい。氷、霜、雪などの観測はない。ダマンフールは、ヘンリー・ティオービーンの著書、ライズ・オブ・ザ・ゴールデン・コブラで、ネバモンという登場人物の居住地となっている。ありがとうございます。